も吉野です。今日は成婚しても結婚できない結婚相談所のからくりについてお話をさせていただきます。他の結婚相談所でね、成婚したんだけどなんか入籍できなかった、結婚できなかったって言ってね、うちに入会される方がとても今増えてます。なので、なぜ成婚しても結婚できないのか、そういう結婚相談所があるよっていうことをね、ちゃんとお話をした上で、じゃあどうしたら結婚できるかっていうことをね、見抜いていただきたいので、今日この動画を撮っております。高いお金払ってね、結婚相談所で活動して、成婚したんだけど、結婚できなかったなんてことにならないようにね、ぜひこれをご覧いただいてチェックしていただければと思います。じゃあまずね、これ何かというと、実はね、成婚の定義が結婚相談所によってまちまちであるってことなんですよ。で、これどういうことかというと、2021年10月現在、今これ撮ってるのが10月なんですけれども、今日現在でパートナーエージェントとかオーネットとかフェアゼンゲージといったね、結婚情報サービスと言われるところ、ここについては成婚は実は交際なんですよ、ね、要は彼氏ができたら成婚になっちゃうんですよ。要はね、結婚を前提とした交際で成婚大会ですよとか、お二人が成婚といったら成婚ですよってことなんですけれども、いわゆるね、もうはっきり言ってしまえば単なる交際なんですよ。もう彼氏ができただけ、お相手が見つかっただけで成婚になるっていうことなんですね。なのでそこからね、やっぱり交際が始まって何回かデートをしていく中で、さらに親に会ったりとか入籍のことを考えたりとかしていくとね、まだいっぱいあるんですよ。皆さん、彼氏彼女ができた瞬間に成婚って言われたらどうですかね、こんなんで結婚できないよと思うと思うんですよ。これなんですよ。で、さらにね、っていうことなんで、まあ、ここに入られる方は、それが定義であるということを、ぜひね、自覚していただきたいと。で、やっぱりマーケティング非常に上手なので、この成婚について意外とあやふやになることがすごく多いんですよ。お二人が、成婚っていうふうになったら成婚なので、だから結婚できますよとか言うんですけれども、とりあえずね、交際相手が見つかったら成婚でも全然 OK にしてるところなんですね。なので、ここは非常に危険です。で、あとはね、仲人型の結婚相談所、例えば IBJ に入っているような連盟とか BIU とかね、NNR とかいろんなこう、連盟があるんですが、そういうところに入っているところですとか、個人でやっているような結婚相談所ですね。まあ、いわゆる皆さんがネットとかで調べて検索してくるところがみんなそこに当てはまるというところなんですけれども、そこはね、何かというと、まあ、いわゆるパートナーエージェント、オーネット、ペアゼンゲージ以外の結婚相談所、ほとんどそうだと思っていただければというところなんですけども、間に人が介在してサポートするところはみんなそうなんですが、基本はプロポーズして、それを相手の方が受けたら成婚ってことなんですね。だから、まあ、要は2人同士の婚約ということなんですが、ということはどういうことかというと、プロポーズしたからといって、入籍じゃないですよね。結構こう両家の顔合わせがあったり、結婚式どうするとかなったり、あと2人で住む場所どうするとかいうことね、プロポーズから籍入れるまで半年から1年皆さんかかる方が一般的だと思うんですが、世の中ではね。なので、やっぱりその後ね、なかなかうまく2人の間がいかなくなって壊れてしまう方も結構多いんですよ。で、プロポーズしたからといって入籍じゃないですよね。その後にこう両家の、ね、顔合わせもありますが、自分がそもそも相手の親に気に入ってもらえるかがわからないんですよ。で、結構ね、ここはいろんなところが進めてるんですが、うちもそうなんですけれども、プロポーズをする前にお互いの両親に、この人を真剣に交際してる相手なんですよって言って紹介してくださいって言ってるんですよ。で、それをすることによって、やっぱりなぜこの相手の人がこういう人とこういう風なね、ご両親のもとで育ったからこういう人を育ったんだとかいうこと分かりますし、会った時に自分のこと気に入ってくれなくて、なんだこの人絶対ダメだっていう風に変態されて結婚できないケースもあったりとかするんですね。なので、そういうことをあらかじめ潰す、かつ何かこの人反対だという風に言われたとしても、私たち担当者がしっかりとプロがいれば、それをうまくひっくり返すことができるんですよ。で、そういうふうなことが、アドバイスできるんですが、そういうことが、ひっくり返す自信がない、自分がそういうプロフェッショナルでないっていうこと、あとは早く成婚料が欲しいっていうね、儲け主義のところっていうのは、やっぱりプロポーズしたらもうすぐ成婚ですって言っちゃうんですよ。で、そういう人に限って両親の挨拶すら進めないんですね。だからもうプロポーズして成婚大会後挨拶に行ったら、もう反対されて終わっちゃうケースも結構あります。で、特にね、入籍日とか両家の挨拶その他責任を持たないんですよね。だからプロポーズのみでも放り出すっていう風なところもあります。ここはね、成婚料が早く欲しいからっていうところの理由だったりとか、あと交際期間が、何ヶ月以上であれば成婚です、うちはやってますみたいなところの中で、大体そういうところがありますから要注意っていうところなんですね。で、うちなんかもそうですし、あとはまあ結婚相談所の中でもそういうところもあるんですけれども、やっぱりこれはね、お互いの両親から反対されないということが分かって、お互い安心してもう正式に婚約したねと。でそれだけではなくて、うちは入籍日もちゃんとある程度目安が決まって、結婚式もどうするとか、両家の顔合わせどうするとかいうふうなこともね、結婚に対して何も問題ない、心配なく大丈夫です、クリアになりますよっていうふうなところで成婚にしてるんですよ。で例えば例外としてね、こうお互い入籍しない主義とかもいらっしゃるんですよ。年配のご夫婦になる方ですね、60代とか70代の方なんかは結婚することによってお子さんの相続問題ね、あるから、そういうところがあるのでもう入籍しない意識がありますよと、自分たちは一緒に住むパートナーとして暮らしていくっていうことで、これを成婚としてくださいって言われる場合はもう成婚 OK にはしているので、やっぱこうお互いの意思を持ってそういう場合は認めてますが、やはり特別な事情がない限りは入籍日が決まってお互いも結婚に対してクリアになって、もう問題ないねと、そこまでしっかり私の方で相手の方とも相手の女性なり男性なりと含めて3人でズームで相談をしたりとかしながら、私の方でサポートはして、入籍日は確実に決まって、結婚に対して問題がないとなったら OK にしてるってところなので、結構ねこれがね全く違いますよね。前提として、ね、結婚までのステップっていろいろあるんですよ。例えばお見合いして、仮交際が入って、本交際が入ってね、神経交際ですよね。でこれはもうプロポーズ手前です。そしてプロポーズが入って、で両家の顔合わせなどを得て入籍ってあるんですけども、このね一番最初にお見合いがあって、仮交際、ここの段階ともしくは親権交際、この合間のところで成婚にしているところが非常に多いというところです。そしてその後もプロポーズをしたらもう終わり。ね、もう2人だけで約束したらもう OK よってパーンって放り出すところも多いというところなので、自分の入ってるところをもう一回しっかり見直してみてください。再度しっかり確認してみてください。この定義を細かく。かつ、これから入ろうかなと思っている方については、それがどこを定義としているのか、これを皆さん必ず確認してください。うちの入会面談に入ってきた方は、まずね、確認される方が少ないので、私からお話をしているようにしてます。またね、入会動画でも話してるんですけれども、だからね、どの段階までどうサポートしているのか、これあらかじめしっかり確認をしていかないと、結婚しても結婚できないということです。じゃあ次の動画ではね、もう一つ、結婚相談の見抜き方をお話しします。成婚率が高いと謳っていても、実際は成婚できない結婚相談所、これ結構実は多いんですよ。なので、これの見抜き方についても次の動画でお話をさせていただきます。またね、結婚できない結婚相談12っていうのも選んでありますので、よかったらね、あと下で概要欄に貼っておくので見ておいてください。ということでね、本当に今日はね、騙されたとかってならないために、ちゃんとしたところ、自分に合ったところを選んでいただきたいので、こういった動画を撮らせていただきました。これ結構ね、タブーな話ではあるんですけれども、業界ではね。なので皆さんの中でね、よかったら下の概要欄に、うわ、こういうことに騙されたとかね、こういう件がありましたっていうね、あれですよ、結婚相談所名はなるべく出さないようにしてくださいね。出さないようにしていただきながら、こういうケースがあった、あんなケースがあった、こういうのがあったってことにね、皆さんにとってね、本当にこう、悪口にならないように、かつ現実に合ったことをね、書いていただくことによって、皆さんが、あ、これは良くないんだ、これは自分を見抜かないといけないんだ、ここは気をつけたところがいいんだっていうふうにポイントが分かるようになりますので、よかったらお互いのために、こういうことがありましたでもいいので、概要欄いただければ、コメント欄にいただければと思います。またね、こういうケースどうなんだろう、こんなことがあったのに分からないんだけどっていうことがあれば、コメント欄にいただければ私の随時ね、タイミング見ながら YouTube の方でお答えできればなというふうに思っております。あと、裏チャンネル使ったので、なかなか表で話せないような話についても裏チャンネルで話してます。で、あとはインスタグラムでね、恋愛に関する、婚活に関するアドバイスっていうのね、ワンコが支えてるインスタグラムもありますし、身元保証のパーティー情報などもありますので、下の概要欄貼っときますので、よかったらそちらのも合わせてご覧ください。ということで、また次回の動画では、成婚率が高いと謳っていても、実際成婚できていない結婚相談所についてお話をさせていただきます。ということで、また次回もご覧いただければと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。